こんにちは、エムセのアリベです今日は今かけてるサングラスですねシルエットのインフィニティコレクションの8700というモデルをご紹介したいと思いますこのモデルですねシルエットのインフィニティコレクションのサングラスですでシルエットっていうのはオーストリーのねリンツで1964年に誕生したメガネメーカーですシルエットの特徴はですねシンプルで飽きのこないデザインそしてかけやすさですねすごく軽く軽量に作られています SPX というシルエットがね独自に開発した樹脂素材を使っていますこの SPX を使うと細身でそしてメタル感覚でかけられるサングラスメガネフレームが作れるんですねでこの辺のメリットを生かして作られているのがこのサングラスになりますフレームにまず一体成形でレールが作ってありますそのレールにこう合わせる形でレンズの方にですね水を掘ってそれをねこうはめ込んであるんですね このような作り方でコンパクトにレンズを止めてありますシンプルでしかもですね丈夫な作りの構造になっていますそしてこちらですねこのフレームの部分ですねこれブラウン系のカラーですねで下の方がこう透明なブラウン系の色そして上の方ですねこの前の上の方はですね艶消しのカラーになってますそしてテンプルですねテンプルはこう金ですねゴールドのマット色ですね レンズもねこうグラデーションになっていて、えー、とてもちょっと大人の雰囲気になってますよねそして軽くてねとても描きやすいですちょっと見てくださいこんな感じですねちょっと、えー、自分で手で持ってるとやりにくいけどこんな感じですねはいどうでしょうかこのシンプルなサングラスの中にいろいろな工夫ですねこう艶消しになっていたり透明感があったりとかレンズがこう一体化した感じの、えー、このデザインとかですね技が生きている サングラスですそしてしかも軽くてかっこいいという、えー、すごくねおすすめのサングラスになっていますもう一つ言っとかないといけないことがありましたレンズがですね UV カットこれはねあのサングラス基本性能として当たり前なんですけどそれに加えてブルーカットの効果もありますそしてまぶしさをね防ぐ効果もありますレンズの性能っていうのはですねかけた時の疲れに え、影響してきますので、この辺のレンズへのこだわりもこのシルエットのね、サングラス持ってますので、ぜひね、一回かけてみて、その快適さをですね、体験していただきたいと思います。サングラスですね、目を守ること、そして楽しいことっていうのはね、大事だと思います。かけて快適で楽しめるサングラス、そしてかっこいいというね、このシルエットのこのインフィニティコレクション、ぜひ一回ね、山線で体験してみてください。 お待ちしておりますメガネの話題やサングラスの話題そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしてますぜひチャンネル登録お願いしますそしてこの動画を気に入っていただいたらグッドボタンもよろしくお願いいたします楽しみにお待ちしてますではまた